はようございます。ソプラノ歌手のすねたいこです。掲載ページを間違えていました。もう5時半45分もう明るいですよ。川上さん、私掲載ページ間違えてて山城さん、おはようございます。徳山さん、舞子さん、ひろみさん、はーい。デーゴの花見える？今日いっぱい咲いてるよ、デーゴ。おはようございます。今日は全然寝てないからマジで疲れた。もう帰ったら絶対何どうせ寝れるかわかんないけど、好きなことしかしません。うるま市は曇り。山城さん、本当？高知さん、おはよう。谷本さん、おはようございます。いろいろブログを 見たら心配する人もいるかもしれませんが、もう昨日全部済んだことです。いつも1日遅れで大変なことを発表しています。今日の雲はね、外はパステルカラー。野原さん、おはようございます。なんかね、今日は早春風歌を、よいしょ、デツコさん、明日のため体を休めてください。明日はもうただ遊ぶだけだからいいんですけど、出して今日は元気、もうなんていう、寝れないだけで元気です。元気、元気って何でしょうね。この時間じゃないと暑くて歌えないですよ、沖縄は。皆さん寝れました？昨日何時に寝てるんですか？でも暖かいな、そんな寒くない。みやこのいつもサポートしてくれる方のリクエスト、早春風、いつもありがとうございます。しあったかわかんないけど、いつもありがとうございます。今はどこに住んでるんだっけな。
埼玉に住んでて、本当いつも本当私が大変になった時に介護みたいなしてくれたりとか、映像制作とか司会やってくれたりとか、本当にお世話になっているあの方へ愛の歌、愛沢博元さんの作曲した歌です。君の優しい微笑みは私の心の道しるべ、果てなき谷のオアシスよ。
今でもよく自分の歌聴いてると寝たりとか、歌いながら寝たりとかします。私を車に乗っけたことがある人はよく分かってますけど、よく相沢さんと松崎町に行くとき2人でね、歌いながら寝たりとか、りなこちゃんっていうね、本当によくしてくれた大スタッフのアートマネージメントのね、松崎ちゃんの基盤を一緒に作ってくれたりなこちゃんといる時もよく歌いながら寝てましたけど、今なんかそんな感じだな。あなたのふるさと、変えた3番の歌詞、あなたにとってふるさとは色づく子の葉を添え道、重なる落ち葉を踏みしめて、私にとってふるさとはまだ雪残る山並みよ、どんなに離れて暮らしても、あれは空きれいですね。皆さん5月2日のためにたくさんアーティストページのいいねありがとうございます。早く5月が5月2日来てほしいなって思ってます。多分超楽しいと思います。今ね、海外のね人にも呼びかけて、タイ、ベトナム、スペイン、ロンドン、アメリカ、ペルあとどこ、お友達も聞いてくれたりします。だからジャズはね世界共通だし、
ぜひ日本のね曲も聴いてもらって、なんかやっと歌ってたら起きてきたな。本当までさっき寝ちゃいそうだった皆さん後でコメント見るのでぜひコメントください。あー起きてきたな。歌って寝て歌っておきますずっと続いてく明日を知ってたみたい。咲く息をしていた熱いほほ冷ました風を覚えてる。未来の前にすくう手足はいつか名前を思い出す。叫びたいほど愛おしいのは二つの命、帰り着く場所、私の肩に消えない夏の日。命の名前、ペルーの歌。夕闇せなる雲の上、いつも一羽で飛んでゆく。鷹はいつも寂しがる。翼をください。今私の願い事が叶うならば翼が欲しい。この背中に鳥のように白い翼つけてください。この
みとか名誉ならばいらないけど、翼が欲しい子供の時、夢見たこと今も同じ、夢に見ているこの空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。この空に翼を広げ飛んで行きたい。君を乗せて「あの地平線輝くのはどこかに君を隠しているから」「たくさんの日が懐かしいのは」あのどれか一つに君がいるから、さあ出かけよう、一切れのパンナイフランプカバンに詰め込んで、地球は回る、君を隠して輝く瞳、きらめく灯火、地球は回る、君を乗せて、いつかきっと出会う僕らを乗せて、父さんが残した熱い想い、地球は回る、君を乗せて輝く瞳、きらめく灯火、地球が回る、君を乗せて、いつかきっと
と出会う僕らを乗せて、僕らを乗せて。元気になった皆さんありがとうございます。はじめ超眠くって、頭は起きてるけど体も起きてるけど、朝からカレーうどん食べちゃったしパンも1個食べたし、歌ったら元気になりました。なんか皆さんねにプレゼント、歌のプレゼントできたら自分も元気になりました。じゃあコメント見ますんで、よかったらコメント書いてください。川上さんおはようございます。山城さんおはようございます。ひろみさんありがとう。そくやもさんおはようございます。まいこさんおはようございます。コーチさんありがとうございます。ん、山城さん、うるま市は曇りですね。沖縄も曇りですね。那覇か。谷本さんおはようございます。野原さんおはようございます。徹子さんおはようございます。今日は朝日見えるかな川上さん、明日のために体を休めてください。はい、昨日は結構ねラジオとかさ、なんかいろいろあった。けど今日は休みます。ジュンさんおはようございます。マリエさんありがとうございますマリエさんがいるからオペラ歌おうかマリエさんはフィギュアスケートの選手です。なんとタイちゃんスケートリンクで歌を歌わない、私踊るからって言ってくれたすごくないですか。初めて超寒い中で歌いましたよでも超楽しかった。アイディア賞もらいましたね。ムゼッタのワルツ、ラ・ボエームっていうこのオペラの中の私が道を歩くという歌です。私がね道歩くと私のこと全部見て、朝から頭のてっぺんまで見るのって言ってますRoaching
ました。ぜひムジェッタのブラチで調べてみてください。森江さんいつもありがとう。野原さん、早春譜は母の好きな歌でした。よかった。ジュンさん、早春譜聞きましたか。早朝から胸にしみる心と朝からありがとう、ありがとうございます。徹子さん、寝れなかったのですか、何かありました、それでも毎日爽やかな笑顔を見せてくれてありがとうございます、後でお電話しても良いですか。はい、大丈夫です。あー、まあなんていう、簡単に言うと、あー、嫌なこと言われました、他人に。ジュンさん、ほっこり、今日いいことありそう、よかった。山内さん、おはようございます。遠藤さん、おはようございます。静岡は今日も晴れています、よかった。中村さん、おはようございます。今日も可憐なレンゲの花が、けなげな姿が前景にですね、よかった。ファリボスさん、ハロー。岩田海さん、おはようございます。いちこ、小市さん、りなこちゃん懐かしい、懐かしいよね。岩田さん、おはようございます、今日もありがとうございます。吉井さん、ありがとうございます。ひろみさん、松崎町に心を寄せていただき感謝してます、今日もキラキラ、素敵なお手のプレゼントありがとうございました、よかった。マッチさん、おはようございます。吉井さん、聞いてくれました、君を乗せて。吉野さん、ありがとうございます。吉井さん、君を乗せて大好きな音です、ありがとうございます、よかった。コーチさん、カレーうどんいいね。鈴木さん、元気になってよかった、そう、歌うと元気になりますよ。望月さん、おはようございます、ありがとうございます。小川さん、朝からカレーうどん素晴らしい歌声、ありがとうございます。めっちゃお腹空いて起きたんですよ。ひとみさん、おはようございます。素敵な歌声に癒されながらストレッチしました、よかった。野原さん、もらい泣きの朝です、元気になってよかった、そう、歌わないと元気にならないからね。中村さん、おはようございます。江藤さん、静岡また会いましょうね。舞子さん、素敵、氷の世界と歌声、よかった。山口さん、ありがとうございます。北海道からいつもありがとう。淳さん、ラポエも大好きです。あ、森江さん、よかった、嬉しい、懐かしい、ありがとう、聞いてくれてありがとうございます。淳さん、しっかり聞いたよ、ありがとうございます。山口さん、まだお布団の中から失礼します。まあ普通の人はここ今お布団の中ですよね。おはようございます。はい、じゃあそろそろラジオ体操が始まりますので、また7時半、歌ヨガの時にお会いしましょう。明日は5月の2日、5時30分から萌えさんとこのライブ配信みたいな感じで、あ、もう歌いたいだけ歌います。まあ最低8曲は歌えますと思います。やりたい曲が多すぎて絶対第2弾第3弾第4弾第5弾ってなると思います。ふさえさん、おはようございます。西伊豆はどうですか。沖縄は晴れてます、朝日がピカーって見えたらいいんだけど。ではまた皆さん、7時30分にぜひ YouTube のチャンネル登録もうしてると思うけど、みんなに伝えてください。また5月2日一人でもたくさんの人に私たちの音楽聴いていただけたらと思います。私の大好きなお友達も応援してくださいね。それではまた。